聴導員大学チャンネルは JRP テレビジョン、JRP ニューステレビジョンを公認いたします。この JRP は11年前に私が始めた最初のテレビです。一時は8万、10万近くなる時に、この問題発言、いわゆる禁止用語を使っているということで一旦止まっておりました。それから JRP ニューステレビジョンはその後でけて同じように止まっておりました。で、今聴導員大学チャンネルという形で続けて、一応1万人の方が参加していただいております。その他2つありますので、5つ合わせたら登録者数は10万ぐらいになっておると思います。よろしくお願いいたします。今週はいろんな大きな世界的な動きがあり、シリコンバレー銀行の破産、またそれに続いて、アメリカで一社が危ないとまた言われておるし、ヨーロッパのクレディ・スイス、これも問題が爆発するんだという話もありますから、いずれ銀行が破綻し、そして銀行で扱ってたお金が引き出せなくなる。今シリコンバレーにおいてはバイデンは慌てて預金者は 全額全員保証すると言って、シリコンバレーでこれだけで食い止めようとしておるけれども、今日現在ヨーロッパの株価、銀行株はみんな暴落しています。一つ間違えば大恐慌の引き金になるかもしれない。で、我々は和田弁護士とともに10月の大恐慌、1929年のいわゆるブラックマンデーを機に大恐慌が始まったのが10月24日です。そして、末にはほとんどの銀行が、半分ぐらいになっちゃったと、株が。そしてドル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 と大恐慌がスタートした。同じように、まあ、シリコンバレーというのは予想はしてなかったんだろうけど、急にこれが潰れた。しかし被害者は全部市民が被害者になる、大資本は太る、この同じ、これはパターンとしては同じことが繰り返される。だから今回の大恐慌の前触れとも言えるこの銀行破綻事件、これは誰かが大儲けしてると思ってください。その誰かというのはおそらくイルカ族さんではないだろう。片方では金が、地球上の金がまあ相当な額集まっちゃってるから、一つの今もファンドでヴァンガードだけでも5000兆円、5000兆円というものが実質動いている。だからブラックロックだけでも5000兆円と、もうそういう大河も国家予算の100倍ぐらいのものが、日本の国家予算の100倍、1000倍のものが、イルカ族系統の
金融機関からバンバン投資されている。片っぽでは今までの銀行が破綻する、破綻するためにこのブラックロックとかそういう連中はイルカ族直結のファンドはブワーンと大きくなる、それがお金では彼らが完全に地球上のもう覇者であり、全てを彼らによってコントロールできる力がある。だから政治もまた軍においても同じような力になってるんだと、ちょっと勘違いしてる面があるんじゃないかと。どうでもなるという。ところがどうでもならなかったのがサウジアラビアとイランの外交関係の再開なんだ。これはお金でどうにもならなかったって。そこでクレジスイスをこのバグと潰してやろうと考えているのがブラックロックなのか、ヴァンガードなのか、そこはわからない。しかしクレジスイスを潰す一番何て困ったなと思うのは誰だと、サウジアラビア。だからサウジアラビアとイランの外交スタートに対して、お前が一番困ることをしてやるぞというのがクレジスイス の、 あの破綻ということを仕掛けたのかもしれない。これは証拠ないから言えませんが、おそらく私の直感で、あ、やったかと、やっぱり来たかと、サウジアラビアの狙いだなと。クレジスイスの筆頭株主がサウジアラビア。だからそういう意味でですね、片っぽでは殺し合いやり、片っぽは金融の覇権争いやり、ね、やられたらやり返す。こういう今二極になっておる。で、1929年と違う頃は、まあそのいわゆるイルカによる世界支配体制がはっきりしてたんですよ。だから今はイルカにおける世界体制がはっきりしてないんです、今現代。 G7 内でははっきりとしてるんです。彼らの支配体制は完璧に確立されておると、はっきりしてます。しかし新しい政治勢力、ロシア、中国、インド、イラン、トルコ、そしてサウジアラビア、インドネシア、ブラジル、南アフリカ、こういうところの勢力とグローバルサウスの勢力ががっちり一致した場合に、これはもう手の届かない、 G7 勢力、中央銀行ネットワークの勢力が手の届かない地域が、数で言えば4分の3、半いるかとなっちゃう。ところが世間は、日本人は、内閣総理大臣岸田以下、自公の人たち、立憲、国民、みんな元民主の人たち、公明共産の人たち、ロシアが悪い、ロシアが孤立してる。で、孤立してるのは事実ですが、それは G7 内の孤立なんです。G7 内では孤立してる。しかし、中国とも今月首脳会談が行われる。トルコのエルドアンともやってる。そしてイランともやってる。サウジアラビアともやってる。時と場合によってはイスラエルともやるんです、ロシアは。どこに孤立してるんですか、これ。全然孤立してない。孤立してるのは G7、 日本も含める G7 と反面になってることは事実で、これは経済制裁参加してるところが付き合ってないだ。しかし経済制裁を全部、あと
俺たちに任せておけと言って協力してるのは、これとしてたら協力しないじゃん、うん、インドも全部油買ってるじゃない、うん、ね、経済制裁による油をドイツも買わない、フランスも買わない、どこもヨーロッパは買わないから、うん、インドと中国は買ってお金払ってるじゃない、うん、で何で払ってるか、うん、US ドルでは払ってない、ドル貿易をやってないんです、ロシアは。だからドル貿易やってないからドルに対して孤立してると、うん、ドルを使うところから孤立してるということは当たってるわけ、うんうん、しかしドルを使わない世界のマーケットをこれからどんどん作っていくわけでしょ。ドルを使わずにもやっていけるということを証明したわけでしょ、うん、だから人民元でもできる、うん、まあ、場合によってはユーロも使う、うん、そしてルーブルでもやる、うん、それでもやっていける時代を証明したのが、うん、今回のロシアの貿易なんです、うん、だからドルは終わったと、うん、ドルを終わらすことも実験して成功してるわけ、うん、これが一番やっぱりG8 側の大きな成果だと思います。ドルは使わなくても取引はできる時代だと。これを証明したのが今のウクライナ事変の後ですね。だからそういう意味で私は今の体制からすればもう何回も言うように世界覇権競争の中でこれから G7 側の世界覇権が、ね、100% 達成できるのか、G8 体制の G7 に対決する G8 側の世界覇権の方が世界可能性は大きくなるのかの争いであると。しかし人口的に国々があってもその中に人口がなければ何も意味がないわけで、国は何だと言ったら人間なんです。人間がおるかおらないか、だからそういう意味では地球上の人口の5分の4は G8 側が占めるんではないかと。これはプラスグローバルサウスが入った場合のグローバルサウス125カ国これはもともとの非同盟諸国会議、これは長い歴史もあるわけです。その中にはソーシャリストインターナショナルとダブルトコもあるでしょう、まあ、これが5分の4の人口を占めて世界の市場の5分の4を持った場合に G7 側は少数の人口、そして GDP も少数になって少額になってる。だからこの孤立というものが逆にヨーロッパが2つに割れたとした場合、英国とアメリカが孤立するんじゃないか。でアメリカについたいわゆる EC の一部と英国はアメリカ、英国はもう EC から離脱してますから、だからこれ辺が孤立して少数派として、そして多数派はまあハンガリーもそうだし、ドイツもおそらくそうなるだろうし、フランスもそうなるだろう、でイタリアもそうなるだろう、ヨーロッパの大きな国がスペインも含めてね、 G8 側に入ってきて、スウェーデンとかポーランドとかエストニア、ラトビア、リトアニアとフィンランドが、G7 側に ついた場合、これはもう少数派もいいとこですよ。10分の8か10分の9になっちゃうから少数派が、となれば世界を覇権するのは結局
ブリックスとグローバルサウスの連合体と、そしてユーロシア帝国というものの中で世界が圧倒的多数で抑えられる。まあそういうふうに私は見えるわけであって、なぜプーチンは孤立して、今年中にプーチンは終わってしまうとか、習近平もロシアと組めば泥沼に引きずり込まれて中国は解体してしまうとか、こういう読み方、こういう見方、こういう予測をする人は日本の中には圧倒的多数を占めてる。そうなんですね。これはとんでもないことになるぞと。それに付き合わされた日本国民は一体どないなるのかと、ね、少数派の中の最前線に立たされて、ね、冷戦時代のキューバ東断ようにカリブ海アメリカの横に立たされたまま、ね、かわいそうに偉大な革命家カストロは亡くなりましたけれど、日本も同じようにキューバ化してしまうんではないかと。その一番地政学的に隣におる日本が一番遠いヨーロッパの一部とアメリカ側に立ったまま、ね、泥沼の中でこれは人類絶滅になっていくんではないか。この辺をよく今年1年勉強して変えられるものなら変えるべきである。これは変えるのは日本の選挙で選ばれた政治家である。しかしこれは選挙で選ばれるということはろくなものが出てこない、ね、古賀誠のようなバカが出てくるわけだから、これが日本の派閥の、ね、ボスだと言って、もうこの程度がです、まあ、古賀誠と今の除名されたガーシーと似たような感じ、レベルは一緒ですよ。だからガーシーが総理候補になるという、こんなお粗末な国になってもいいのかと、そういう制度でいいのかと。だから私は民間から人材を登用すべきと、ね、政治は民間でやるべきとこう言ってるわけです。いずれ民間の有力な人を我々が集めて、そしてこの人たちによる政治をこれから世界の中でメイドインジャパンから人材がどんどん生まれるようにですね、私は作っていかなければいけないと思います。はい、ご視聴の皆様こんにちは。本日もたくさん集まっていただき誠にありがとうございます。それでは、チャットの方を読んでいきたいと思います。直勝さん、どうぞよろしくお願いいたします。マコリン1985さん、お疲れ様です。桜作さん、どうぞよろしくお願いいたします。中野和則さん、本日も勉強させていただきます。山さん、よろしくお願いいたします。ゆきえさん、よろしくお願いいたします。小川和則さん、お疲れ様です。お邪魔します。ベンジャミン・フルフォード氏死去の誤報は間違いないのですね。はい、先ほどお電話でお話ししましたので間違いございません。桜作さん、ご意見ですね。日本の銀行もおかしいということですか。昨日初めて15日の給料日、給料振り込みが遅れて、先ほど今日16日ですね、10時過ぎにやっと振り込まれました。日本も何か始まったのかと心配しましたということですね。はい、だるま大吉さん、よろしくお願いいたします。細井さん、よろしくお願いします。ポンパヒロさん、ベンジャミンさんがそんなことを、はい、ありがとうございます。それでは、まずはですね、あ、山さんからのご質問を、読んでいきたいと思います。やはりお金を持っている人はタンス貯金が一番ってことでしょうか。紙幣より金塊で持っていた方がいいという言い方も聞きますが、
偽物が多いらしいですしね、ということです。質問、あ、タンス貯金が一番でしょうか、お金を持ってる人は。まあ、お金を持ってる人が今現在は紙の1万円札を持ってるわけだけど、いずれこれがデジタルに切り替えられる。デジタルになった場合は紙幣に代わってその同じ価値の通貨をデジタルで登録するわけだから、まあ、全部消えてなくなるわけではない。預金してたものが取り付け詐欺になるようなものでもない。ただその金額は自分の一代に限る、相続権はないと。相続のできない現金、これは死ぬまで使えるという保証があるはずです。だから金に変えるのもデジタルで持つのもそんな大きな差はないと思います。ただ金は値上がりはあっても値下がりはないと思います。はい、ありがとうございます。続きまして鑑定士さんからのご質問です。中国の一帯一路がありますから、金融の二極化は自然かと思います。新しい金融冷戦開始かもしれません。中国にはデジタル人民元を今使い始めております。そしてまた CBCD は、今開発されておりますが、二極化になりますでしょうか。また CBDC はどうなりますでしょうか。CBCD はもう2020年1月に発足したまま、それに向かって着々と準備が進んでるのは間違いないでしょう。ただ世界全部が CBDC の管理監督の下で実行段階にまで行けるかどうか、これはやっぱりウクライナ事変の後の反対運動が始まったために、彼らは世界統一通貨に参加しないという意向は明らかにしています。だからドルからもうすでにルーブルでの貿易、人民元での貿易、そういうものに移行し始めたわけですから、デジタル化の時に彼らはその一極の中に収まらないと私は思うんです。だからデジタル通貨時代を迎える場合においても CBDC とまたそれ以外と、いわゆるユーロシアのデジタル通貨、これに二極に分かれて行われ、この金融はやはり一極統一というのは達成できないと私は見てます。はい、ありがとうございます。続きまして、次郎様からのご質問です。吉田茂がアメリカに逆らわないと契約しているのは本当でしょうか。日米地位協定だとも思います。吉田を持ち上げたマスコミ後も罪が重いと思いますが、吉田茂がアメリカに逆らわないと契約しているのは本当でしょうか。まあ、吉田はもちろん敗戦国の、総理大臣、そして、天皇制という国体を、守り抜いた。その中で、ダレスと特別の話し合いをして、彼はいわゆるイルカ族のメンバーとなってですね、彼らの方針に従う。言った形は間違いない事実だと思います。しかし
彼は非常に愛国者でもあったと言えると思う。だから吉田茂、石橋丹田、そして今の重光、この重光たちは日本のために、日本の国民のために、また日本の戦後経済復興のために、一切の私利私欲を捨てて国のために相当イルカに逆らいながら、昭和20年代を戦後の本当にどん底から朝鮮戦争の始まって終わるまでの間、日本の復興のために高なりの貢献度はあったと。特にやはりこのアメリカに従わない、まあ、イルカに従わない、重光あたりの気骨は本来の日本人の武士道を表すものであったと私は評価しています。売国道吉田というやつはおらんのではないかと。今のそれ以後の政治家はほとんど売国道だから、はい、ありがとうございます。続きましてアップルさんからのご質問です。日本がお米を輸出できないのは、すべて日米合同委員会の政策に従う政治家たちのためなのでしょうか。売国精神に奈落した政治家たちですね。日本の農業はますます衰退していきます。まあ、お米を、ね、輸出しようと思えばできるんですよ。ただ高いから、ね、カリフォルニア米とかいろんな外国の米の5倍ぐらい高いでしょ。だから価格が高すぎて輸出は現実的にはならないと。だからまあそういう意味で、日本の農産物はまあ価格の問題で、国際競争力には打ち勝てないという一つの背景があるということも、計算には入れておかなきゃいけないと思います。はい、ありがとうございます。続きまして黒江さんからのご質問です。国産牛の乳製品だったり牛肉とかは今後食べれなくなりますでしょうか。の、農家のコオロギを養殖する、企業が進んでおりますが、牛製品などはなくなっていくということでしょうか。まあ、今考えている一つのイルカの食料政策の中にはっきりと現実的にもう世に出てきてますから、それが長い間の食料戦略の中でいよいよスタートしているわけです。いかにそれを抑えるかと。そして、まあ、今まで農家が作った食料を維持し続けるか、これはこれからの問題だと思います。だからそういうものは各自治体でコオロギは食べないという議会で決議すればいい。昆虫を食べないと。肉を食べると。米を食べると。野菜も食べると、ね。各自治体で地方分権があるんだから。地方分権制度の中で反対決議をすればいいんだ、各自治体が。農林水産省がコオロギ食べようと言ったところでやに、自治体が反対すればできない。まあ、自治体にも売国道がいっぱいおるから、自治体が逆にコオロギ食べましょうと、ね、いうことを逆に決議する場合があるから、それより早くコオロギは食べませんという決議をしたらいいと思う。今ならまだ反対するでしょう。コオロギ食べたくないから。はい、ありがとうございます。山さん、総裁ご回答ありがとうございました。支店業さんからのご質問です。日本で貯金封鎖は起きるでしょうか。
まあ、大恐慌とともに銀行は一旦金の出し入れが止まると思いますから、預金はそのまま凍結される時代が必ず来ると私は見てます。はい、ありがとうございます。続きまして、フロムマースウィズラブさんからのご質問です。韓国のユン大統領が来日しますが、今日韓関係は日本の方が立場が上なのでしょうか。まあ、このグローバルの中で、グローバル化の中で、日本の置かれている立場はやはり韓国よりも低いと。もちろん経済的にも日本の方が韓国の平均給料よりも日本の平均給料が安いわけですから、教育面でも韓国の方が国際教育では進んでいる、日本は遅れている。だから今までのジャパンブランドがどんどん色を褪せて品質も落ち、韓国のメイドイン韓国コリアンが日本の商品よりも人気が出始めておる。もうすでに半導体等においては追い越されている。もちろん中身は日本が入って、アッセンブルは韓国でやって、半分韓国、半分ジャパンで売れてるんだけど、やはり表でブランドを取ってるのはサムソンだから。だからやっぱり サムソンという名前が日本を上回っている。まあ、そういう中で今でまあちょっと抜かれた程度、48対52、これが55対45、60対40と差がついていくだろうと。いずれ、完全に韓国の方が上になる。そして安全保障の面では北朝鮮と統一し、その背後にロシア、中国を控えた場合に、やはり経済マーケットは圧倒的に中国のマーケット、人口多いですから、これに資金が、ファイナンスがつけば、ものすごい巨大なマーケットになる。そこと敵対する日本と、彼らと一体になる朝鮮と比べれば、まあ、あっという間に日本の5倍10倍に向こうは成長し、日本はそれ以下になるだろうと。だから私はいずれキューバ化する、キューバのような存在になっちゃうと。アメリカという巨大なマーケットを隣に持ちながら、キューバはアメリカに物売れないという、こういう状態の日本になることを危惧しているわけです、私は。はい、ありがとうございます。続きまして、三之助さんからのご質問です。今の国会議員たるものは不義に対して、認めるべきは認め、潔く身を切り出直すべきだと思いますが、国会議員で信用できる方は誰もいないと私は感じます。そもそもの今の選挙の仕方が間違っているのではないのでしょうか。まあ、はっきりと言って選挙制度はもちろん英国が王様がおって、農民がおった時代、しかし農民は王様に全部、収穫は取られてしまう。だから奴隷的な立場に立って、奴隷と王様の関係では我々の人権はどうなるのかと、我々の労働力に対する対価はどのようになっていくのかという疑問を持った人たちが運動して、ね、もちろん税金は納めるけれども、我々は我々の力で一つ交渉するかと、こと形を作りましょうという運動の下で、上院制度ができたんです。
主にそれは貴族も交えた形で労働者の代表が集まって貴族と話し合いするという、そしてもっと強いいわゆる労働者の権利を、きちんと自分たちで決めてというのが介入ができたわけですよ。だから産業革命以後の英国では議会が言うのが議会だから争ったこれは相当貴族対労働者で、そして勝ち取ったものだから、これはまあ議会制民主主義というものがそこで出来上がっていった。しかし日本の場合は労働者が集まって、運動を起こしたのはごく一部であって、あくまで英国を見習ってフランスを見習って議会制を作った、これは長州と薩摩の人たちの知恵で作ったんです。しかし見習ったのは英国とそして、フランスとドイツですね。この辺から受け取ってきたやつだから、日本の風土に合うか合わないかをしっかりと検討してないから、日本の風土の下ではやはり武士道が江戸300年続けたわけ。だからこの人たちは質実合憲というものを持ってた。支配する人たちは、いわゆる官僚は質実合憲で、金は絶対に受け取ったら切腹だと、恥ずかしいことだと、金を儲けるために政治をやっていることは絶対あってはならんという、こういう人たちは政治には参加しない、だから金を儲けるやつがみんな政治に入っていく。だん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 と拝金主義になっていく。戦後は特に町人しか出なくなっちゃった、昔のような井戸米政治家、日本における貴族が自分の財産を使って使って使いまくって衣装を割って政治を割る、もう家も畑も山も全部売り払って日本の国のために政治で物を言った、そういう人は宣伝はおったんだけど、戦後はゼロになっちゃった。政治家になってみんな儲けるわけ、だから亀井静香でも1300万の警察の退職金しかなかったのが、今1300万円に政治しかやらない彼の人生で2兆3兆の金を持ってるのはなぜだと。そう、1300万円がもうなくなったんじゃない、増えて増えて増えまくってあっという間に亀一台で何兆円です。これは政治家の立場、職権を乱用してどん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 利権で金を儲けまくったからでしょ。だから一番大きいのは東京電力、全国の電力会社を彼はいろんな形で握って原子力発電所の警備を全部一手に引き受けた。だからこれでも莫大な利益を作り上げた。だからこれはもう東京電力の経営者たちのみんな責任でもある、亀井と組んで亀井に金を渡して電力料金を値上げしてもらうと。今もやってんじゃねえか、まだ電気代値上げ 29% 申請。これ裏でどういう話が行われてるか。庶民から取って取って取りまくれと言うとるわけだけど。だからそういう政治家がいっぱいおるということです。だからこれはまあちょっとさて、明治の時に参考にした英国の議会、フランスの議会、ドイツの議会、全然別のものを日本では作り上げて、日本の風土に合わない、武士は政治に参加しないという、これをまあ取り違えちゃったんだね。これ特にマッカーサー来てからは雨をしゃべらすために
政治資金規正法で150万までは賄賂を取っても許してやるよと、そんなバカな制度を作ったのは、ね、ましてまだ政治献金はやめて政党助成金にしましょうと、ますますダブダブの金が有り余るほどの金を与える制度を作ってるんですよ。だから日本人の政治家を堕落するのは金と女と酒だと、GHQ は見て、そういう土壌を作ってやったわけ。そこで相撲取っとるから、ね、やっぱりまあインチキ相撲になっちゃうんですよ。はい、ありがとうございます。続きまして、堀秀樹さんからのご質問です。ロシアのウクライナ侵攻により、アメリカの内部の変化と米中の関係の変化について、詳しく総裁のお考えをお聞きしたいです。国家軍産複合体組織の計画は、プーチン氏によって変化を余儀なくされたということでしょうか。まあ、軍産複合体がプーチンによって、方向を変えたという、まあ、状況にはないと思いますけれども、まだ軍産複合体は大量生産、そのためには大量消費が必要ですわね。だから戦争を作っていくと、戦争がなければ武器は売れないわけだから、その一つのシステムはメカニズムは変えないでしょう。ただアメリカ欧米の軍産複合体の製品を新しい G8、 インドネシアをはじめ、イランもサウジアラビアもトルコも全部買わないという方向は出来上がっていくと思います。となれば自前の兵器、ロシア、中国の兵器、そしてインドの兵器、自前でみんな作るようになるでしょう。だから軍産複合体のマーケットはヨーロッパマーケットと一部アフリカマーケットと、まあ、自分とこの国家予算、防衛予算で買うアメリカの兵器ぐらいになってきて、縮小せざるを得ない方向へ向かうことは間違いないと思う。だから必死にプーチンとシーチンピンの命を取ろうと彼らは考えて工作してきたわけです。しかし今それができなかったから、軍産複合体の勢力はやはりこれから発展するんじゃなく縮小の方向へ行くんではないかと思います。はい、ありがとうございます。続きまして、ケンさんからのご質問です。今世界は富裕層とそれ以外の二極化の差がかなり進んでいると思います。富裕層は安全な食品を食べて、それ以外はコオロギなどの昆虫食を食べさせられている。この二極化というものは埋まらないということでしょうか。まあそれを一極対奴隷に変えようという、一極制度、二極じゃなく、それを今二極に持っていくのがウクライナ戦争を、ウクライナ事変をスタートとして始まったということです。だから二極体制というものは一極体制で収まりかけた時に二極にまた追加わるような形がウクライナなんです。ウクライナなければ一極で収まってたかも、世界統一一極で、今二極に変わりだしたのはウクライナ2022年2月24日以後です。それからどん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 と二極化が進んで、1年後には形としてはほぼ骨組みが出来上がって、1年経ってサウジアラビアとイランが外交を始めたと。そしてイスラエルも、俺たちもそれじゃサウジ、イランと対立しててもおかしいなとネタニヤフが言い出したというのが、これは大きな地殻変動だなと私は思います。
はい、ありがとうございます。KD さんからのご質問です。牛乳輸入して国産の牛乳は廃棄、乳牛は殺処分、コオロギに補助金を出す、有事になったら輸入ストップされたら日本人は皆餓死をすると思います。農業畜産業を守らない日本の政府には未来を見る力がないのでしょうか。見る力じゃなく、彼らはお金に完全に、マニー中毒、お金中毒になっている。覚醒剤と一緒、コカインと一緒、金をもう朝から晩まで探しまくって金儲け、そして金を儲けることが人生のすべてと、国とか食料とかコオロギとか牛乳とか関係ない、俺たちは金をもう金だけだと、金の亡者になりすぎてるから売国奴になっちゃって、はい、コオロギに行けた、はい、そうしますよ、金なんぼ儲かりますかと、じゃあお前にこれだけの金やるからコオロギ進めろと、わかりましたちゅうてコオロギ売っとるわけ。そういう連中ばかりが政治に集まってしまった。それは国会議員だけじゃなく、都会議員も県会議員も、ね、府会議員も国会議員も市会議員も町会議員も村会議員も全部金一色なんです。全て背金主義者なんです、ね、だからまあ、そういう体制の中にたまには小川淳也とか正義感のある金の関係ないやつが入っても、まあ、領下は悪化に駆逐されるわけですね。駆逐されます、うん、はい、ありがとうございます。続きまして、拓也さんからのご質問です。富裕層は今、日本から出ていっているという話をよく聞きます。日本国にいることが怖いです。米、野菜、食品も食べたら人間に害のあるものばかりです。税金面に関しても富裕層に対しての厳しい税の取り立て、これでは日本から出てってしまいます。日本政府は一体何を考えているのでしょうか。何にも考えてませんよ彼らは。ただお金をもらって言うことを、命令されたことをやるサラリーマンですよみんな。金をもらって命令されたことをやるサラリーマン的政治体制になっている。だから自分たちで国を守ろう、食料を守ろう、国民の安全を守ろうと必死に考えて立ち上がって行動する、そういう情熱はゼロです。全部コリコリ悪、私利私欲、ね、ガリガヨクで動きまくって、顔見たらもうみんな信用のない顔ばかりじゃない。岸田、茂木、ね、古賀誠、河野太郎、小泉、純一郎も新次郎も、次誰が茂木にしても、高市早苗にしても、どう本当にこんな人に自分の命任せられるかという軽量級ばかりじゃない。詐欺師ばかりじゃない、それをまた一生懸命選挙で応援に行って入れる、投票して安倍を何回も当選させた、このバカ有権者、まあ、どないにもなんで、ここまで教育によって人間が劣化するというのはどうにもなら、はい、ありがとうございます。続きまして、コアントロさんからのご質問です。こんな時代に子供を産んでしまって子供たちに申し訳ない、将来不安でしかないこの国で子供を産みたいなんて人は少数派に決まっています。だんだん日本人というものの DNA が引き継がれなくなっていくと思います。政府はそれを少子化問題といって増やそうとしておりますが矛盾を感じます。
いかが総裁はいかが思われますでしょうか。まあその通りですよ。その通りだから、まあ教育もダメ、人間の一番大事なやっぱり倫理観、道徳観、これは教育よりももっと大事だと思うんです。だからこれが軸になった教育体制で、専門職は専門職に徹する。だからドイツの高校進学率は 20%、 80% はここ行かないんだから、マイスター制度か職人になるわけだ。だから俺は大工になるったら、もうドイツ中の大工の棟梁の家を回るわけ。それでちょっとずつ盗むわ、技術を。そして 2,3 年修行して帰ってきたら、自分でコツコツと始めて一人前の大工になる。俺は料理人になるったら、もう中学出たらすぐに料理人で全国回る。まあ50、60のレストランで見習い、皿洗いから始めて技術を盗んで一流の料理人になる。だからここ行く必要ない。だから高校行って大学へ行くっていうのはごく少数なんだけど、これは本物の教育を身につけるわけ。みんな 80% 大学行くって、これ大学じゃないんだよ日本は。ね、ただ名前だけ、授業料だけ、ね、大学並みに取って、大学という名のビジネスですよ。免許を与える大学卒という、こんな三流大学の免許証を持ってることが恥だと思うようにならなきゃダメだ。だから俺は日大出たって、この日大なんか大学でも何でもないんだ、これ詐欺師の養成所だよ。え、詐欺師だから、大学での詐欺師が今50万人おるじゃん。詐欺の免許を取るんだよ大学に行って。だからガーシーみたいなやつが国会議員になる。もう勘弁してほしいですよ。はい、ありがとうございます。それでは本日最後の質問にしたいと思います。ミックさんからのご質問です。ベトナム労働者連れてきては補助金を出す、コオロギを作っては補助金を出す、牛を殺しては補助金を出す、こんな補助、税金の使い方をしている国を見たら他国から笑われてしまうのではないのでしょうか。また自国民、我々日本人もこんな税金の使い方をされていたら呆れてしまいます。もう税金の使い道などはもっと他のことに使えばよろしいと、いいと思いますが、いかがでしょうか。まあ一番やっぱりこれが続いて、まあ114兆という予算を組んで、そのうち60兆は税収入であって、あとは借金、国債を担保に日銀が金貸す。これ本当にね、この国の在り方としてはデタラメ極まることを長年続けてきて、それを続けてくださいと言ってるのは日本の国民で、ここどないなっとるんだという、これが集合政治です。選挙なんかやることによって、これがますますひどくなっていく。だから集合と立候補者が組んで、自分たちだけが良ければいい、全ての国民はどうなろうが関係ない、自分たちの金さえ入ってくることであれば、親でも売るぞと、親戚でも売るぞと、ね、自分たちが金さえ入ってくるならば何でも売りまくると、こんなやつらが今の日本政治をやってる以上は解決できないです。だから有権者が目を覚まさなきゃダメだということでしょう。はい、ありがとうございます。それでは最後に皆様方からの、ご視聴者の皆様方の、
チャットのコメントを読んで終わりたいと思います。レオさん、いつもありがとうございます。ゆきえさん、電気代の値上げ、増税、コオロギの手厚い支援、マイナンバー、もういじめです。ポンパヒロさん、もうすぐ奴隷を覚悟していきますがしんどいです。秋山光一さん、お元気そうでよかったです。秋山光一さん、平民の民主主義ですね。ゆきえさん、日本は北朝鮮の地方の方へ向かっていると思います。30年後どうなっているのか、日本人はいないのか、旧日本人なのか、本当にもっと国民の危機感を持ってほしいです。秋山喜一さん、山上徹也さんが現れなかったらまだ地獄のままでした。桜作さん、これからの子ども教育はしっかりしたコミュニティの中で育てることになっていく方がいいみたいです。かっこ、公立校でなく。ゆきえさん、秋山さん、本当に山上徹也さんはもっと称賛されるべきですよね。私も本当にありがたいと思っております。一人だけに罪を、負わせるのは本当に申し訳なく思います。四天女さん、山上メシア、秋山浩一さん、兵庫い、金ごい、民主主義の正体を暴いた山上徹也さん、中野和則さん、ありがとうございますという、中野さん、いつもフェイスブックで、総裁の、番組をシェアしていただきありがとうございます。ゆきえさん、もはや山神様ですね。秋山喜一さん、山上さんには軽い罪を願いましょう。水戸藩士さん、総裁、寒暖の差のある日が続きます。お体お大切に、太田さんということになっております。はい、本日も、1時間にわたり、ライブ配信、たくさんの皆様、ご視聴していただき、誠にありがとうございます。皆様のご質問が、他の方の勉強になります。本日も大変勉強になりました。また、この中で、たくさん見ている方の割にはチャットに、参加されている方がいつもだいたい決まってきておりますので、ぜひチャットの方にもお気軽に、コメントしてください。それとあとですね、今もかなりの方見ていただいて、チャンネル登録まだしてないっていう方いらっしゃると思うんですが、チャンネル登録をぜひしてください。そして高評価のボタンを押していただけますと幸いに思います。あと、コメント欄にコメントを書いていただければ、私が随時読んで、ご質問、ご意見、ご感想などありましたら、ぜひよろしくお願いいたします。桜作さん、どうもありがとうございました。アレン・アバさん、ありがとうございました。四天女さん、またコメントさせていただきます。ありがとうございます。ポンパヒロさん、ありがとうございます。それでは、本日も総裁、1時間にわたる、ライブ配信、ありがとうございました。勉強になりました。ご視聴の皆様、ありがとうございました。それでは、失礼いたします。